はいどうもこんにちはこんばんは、ということで今回もですねドラゴンクエスト9実況プレイ早かったな、ちょっとこうズームがちょっと早かった、ということで、早速やっていきましょう。でもってさあ、ここはお話を変わったかな。女神の果実を探す青さんは草原の中にカルバドという集落にたどり着いた。青さんはカルバドの族長のラポルチューってに、その息子ナムジンが魔物退治をする手助けをしてほしいと頼まれたというね、いうことで、あります。さあということで、なんだっけ、なんかどっか行けって言われたんだよね。どこだ、なんかマップでなんか上の方になんかあったんだよね。多分あっちに行くんだよね多分ね。ナムジン様はお供を連れて魔物退治に向かったよって。こっから北に行ったら橋の手前にカリウドのパオがあるからよ。今そこに、今はあそこにいるんでねえか。だってさあ行こう、そこにパオがあるらしい。さあ行きましょうね。今回の俺たちが狩りをするときにはこっから北にあるパオを使うんだ。カリウドのパオって言うんだよ。そういや、カリウドのパオに向かったナムジン様は大丈夫かな。あの人魔物を倒せるんだべか。無理だろうね、やつには無理だな。シャルマラ様の血は確かにありがたいべ。みんなの怪我を治してくれるから。でもあの人が来てから族長すっかり骨抜きにされちまっただ。あと奥方にでもあるパル様が今もこの世に生きておられたら族長もああならなかったべ。ってことはその奥さん出てくんじゃねえかな。いや分かんないけど、だからそんな気しない。で持って行く前にちょっと装備だけをどうにか、どっちがいいか。225これ1個買おうか。これを買ってで、アイソルします。青さん225まで上がんのか。ちょお金が足らんな。ちょどっかでねお金稼ぎ会をやっときますよ。だからやっとかないと、あのゴールドマンいたとこあったじゃん、あそこだな。あそこでちょっと、いやあそこでゴールドマンをやりつつ、なんか他の職業ちょっと上げていきたいよね。でこっからこのまま北に行けばいいのかな。さあで上になんかあるよね。お前なんだったっけ。こいつなんだったっけ。やばい、あんま戦わない方が良かったから MP 残さないといけないもんね。さあビッグホーン戦う、特にガンガン行こうぜをやめて、全員バッチリガンダム頑張れ噛むなや、頑張れ噛むな。いいよ、多分ボスがいるよね。まあボス戦はあると思うんだけど、でも今んとこあれなんだよね、あの果実がね、女神の果実か、あれがなんか出てきてないっちゃ出てきてないんだよね今んとこね。何にもないよねそれっぽいやつ。63、あどっかの回がね終わったらいきなりね、まあ、盾とか持ってると思いますから。どっかで1日かけて一気にちょっとやってやろうかなって思ってますから、どっかでね。20まで上がった。3、あ剣とかね装備売りたいんだけどね、実を言うとね。なんだけど他の職業結構やるから、前ね バトルマスター上げる時もね、やっぱね裸でやってたんだけど、やっぱ装備変えると違うもんね、やっぱね。こっち違う、北だからこっち。うおー超クリーでもってここにさ、こいつかな、ここでいいのかな。そうか、ここがパオを、ここかでいいのかなと思った。どっちだ、上か下かあるね。さあ馬がいる、ヒヒーン言うとりますが、これは何もないのか。これなんだろうね、移動式なんかな。おっと何もない、馬の糞を手に入れた。糞ばっかやないか。羽の帽子、糞ばっかやないかこれ。でもってどこだ、もう一個家があるのか。もう一個こっちに家があって、どうしよう、もうなんだろう、パオの中から声が聞こえる。なんで魔物退治に行かないだが、若様はラボルチュー様の後をつなげる方なんだべ。そんなこと言われても無理だ、僕は魔物見ただけで膝がガクガクするんだから。いいやつだよ多分、いいやつなんだよ。おじさま一体何者だ、ここで何をしている。来ましたね、怪しいやつ、こっちへ来るんだ。あ、なんか入れられんのかな、入れられた、すげえ、おお、なんかすっげえドカーンってやられたんだけど。君はこの前一体僕に何の用だい。なんと族長に頼まれて魔物退治を協力してくれるだか。そうですね、
カルバノン集落から魔物を追い払った方が協力してくれるのはこれほど楽しいことはないべ。頼もしいことはね。さあさあナムジン様、早いとこ出発するだ。どうなるんでしょうか。しつこいな。何度言って何度言ったら分かるの。僕は絶対行かないぞ。でこれ何なのこいつ。じゃ何なの。まあ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 ないの。あのねえ、あのなんてさ、弟いたじゃないですか。義理の弟。義理じゃねえのかあいつ。さあナムジン様、どうしてああなんだべか。どうしたらいいんだこれ。馬のふふんばっかやないか。さっきからもう袋の中ふんふんまみれだわ。魔物を仕留めねえ限りナムジンさんは族長の信用を得ることはできねえな。なるほどね。力が強い者が英雄になれるみたいな感じ。あの朝青龍的な感じなのかな。ちょっとよくわかんないんだけど、魔物大臣行かねえなんてナムジンさんも情けねえ方だ。バルス、パル様が生きていたらもっとしっかりしてたもんだが、どうしまったんかな。お母さんが死んじゃってからなんかちょっとこうなんかなってんじゃない。コウモリの羽を手に入れた。あ、どこ行った。おーい腰抜け。あ、違う言い方そのこと言うてやんなよ。どこ行った。外か上か。お馬ちゃんがあれ、どっか行った。もしかして家に逃げたんかな。あ、いた。わかったよ、倒してやるから頑張れよ。倒してやるから頑張れって。びっくりマーク。なんかかっこよくねえなこいつ。顔がイケメンではないな。青さん、僕は父上に言われて、あなたは父上に言われて僕の手伝いに来たと言いましたね。みんな魔物は父上を狙っていると言ってますが、 あなたも本当にそんな風に見えたのですか。いいえ、そうですか。どうやらあなたは話の分かる方のようですね。あれなんだろうね。なんか意味があんのかな。まあどちらにせよ魔物退治などする気はない。待った、分かった、もう分かった、今分かった。あれか、あの猿ってもしかしてあれか、なんだっけ、クジラいたじゃん。主様パティンか。あの亡くなった奥様が、ですね、亡くなった奥様が猿になるってどういうこと。よく分かんないけど、それはあれなのか、果実なのか、女神の果実のせいなのか。いや、なんかありそうな気しない。でもそうすると魔の大事なのすべきはないので手伝いは必要はありません。さて、僕はやることがあるのでこれで失礼しますよ。なんだ、やることがあるので。あの猿になんかもしかして心当たりでもあるんじゃない。もしかしたら魔の大事をやってもらわないと果実探しで手伝ってもらえないじゃん。なんとかしてあいつをな説得しようよ。どうしたらいいんだろう。これ魔法のこれね、これかっこいいわ。なんか気に入った。なんだろう、なんか申し訳ないわ。これガチャで何回も言うけど、出た時に外れかよみたいな感じだったんだけど、かっこいいよね。超かっこいいじゃん。でもってどうしたらいいんだこれ。どこ行った、また戻んのか。いた。あれ、これいなかったよねさっきね。ナムジン様が一人で北の橋を渡って行ったみてえだがって、あの臆病な人がまさか一人で魔物大臣はははんなわけねえよなって。待って、行っちまったぞ。追いかけるか。さあ追いかけよう。橋を渡ってあ、いた。あ、イベント始まったじゃん。なんか猿に思い当たる節が、なんか昔のペットとかそういうことかな。逆に違うのかな。ちょっとあれって、ナムチンの坊やじゃない。あいつさ、魔物を見ただけで怯えていったよね。なのにここまで来るなんて超怪しいんですけど、なんか秘密を隠してるわねって。青さん、追っかけるわよ。よし、行こう。なんだ、左に行ったよね。左に行ってどっからだ。ここからか。マップデート、こっちから行くのか。あれ違う、どこだ。あった、ここだ。見てない敵は倒したいけれども、なんかあるね。なんだこれ、なんかある。お前これ倒したことあっけ。なんかあるね、なんかありそう。なんか、うわー、なんだよ、勢ぞろいじゃねえか。なんだ、ちょっと一匹だと思ったらかわしてきた敵が全員いるじゃねえか。どうなってんだこれ、どうすんだろうねこれね。あ、また爆弾。今なんか使った。俺ごめん、なんか今使ったよね。ごめん、今ちょっとパソコンがチラッと見てた。なんかガタ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 って今なったよね。
なんだって今爆弾魔が何かやった。あー大木斬りだ。初めて。なるほど。おやこれはなるほど、そういうことなのか。あれ初めてだわ。そっか、やっぱ木のやつにあれ会心ってこと、会心のダメージが入るってこと、そういうことなのかな。そんな感じだったよね。攻撃81 78。いいなー、大木斬りだっけ。あー経験値も結構入るようになってたね。どっかレベル上げスポットないんかな、いいとこ多分出てくる。いやちょっとなかなか8がね、まあちょっと8の話するのもあれだけど、レベル上げが苦労しててなかなかね。ここなんだ、あれここなんだろう。こっちにしかないよね、多分来たのこっちに来たよね。あれ左に行ったもんね。これなんだろう、ダダマルダさん。あのようなやり方では、シャルマナを倒すどころかお前が殺されてしまうぞ。お前が死んでは母上もあの世で悲しむ。命をその夏にしてはダメだ。やっぱりそうだ、なんかあったんだ。もともとペットだったのかな。今ここで同じ母上の墓を守っていってくれ。いいかい、わかったな。グギギギギ、やっぱあれなのか、裏があったんだわ。あなたはまさかこんなところ。まなるほど、あの腰抜けじゃなかったのか、わざと。あなるほどね、ペットかなんかだったのかな。やれやれ、今の話を聞かれたにか、からには仕方ないですね。あなたにお話ししておきましょう。この魔物は僕の友達で名前をポギーと言います。昔草原で倒れたところ、僕と母親で手を打ちしてから夏業になったんですよ。ポギーが集落を襲う本当の目的は父上ではなくシャルマナを狙ってのことです。あの女は怪しい術で草原の民をたぶらかし、よからぬことを企んでいる。僕はうつけのふりをしてあの女の正体を暴こうとしてますが、一体どうすればいいのか。なるほど、だからあれなのか、ちょっと懐いてるふりをしてたのか。ごめんごめんな、顔がイケメンじゃねえとか言ってごめんな。これは全てお話ししました。今の話は誰にも言わないでください。さてそろそろ戻らないと。お猿ちゃん、あーお母さんだ。あーなじむんよ、このままでお前はシャルマナに。これ待った、もう確定だね、あいつ悪いやつ確定でした、確定だ。ママこれさ、幽霊が見れるっていうのでほんとこう物がこれすっごくうまく使ってない、このゲーム。すっげえいい話しかも多くない、なんだろうね、今までにないよね。死んだら終わるんだけど、お化けとして幽霊としてそこにがあるってだけでこの裏側が見れるのがすごくいいね。ない、シナリオは素晴らしいんじゃないこれ。え、どうなんだろうね。私の姿が見えるのですね、なんという奇跡。私の名はパルかバル、ごめんちょっと字が潰れてるからね、バル、パルかな、パル、勇敢なるカルバドの族長、あ ラボルチュの妻です。あーなるほどね。旅の方、あなたを見込んでお願いがあります。はるか東の岩山のふのとに魔元に滅ばされたカズチャという、はるか東、ほん、その前に眠るアバキソウ、ナムジに渡してアバキソウ、アバクのアバキソウってことなのかな。あの子からうまくアバキソウを使ってくれるはず。ナムジンを助けてやってください。わかったわかった、俺がちょっと骨抜きにされたあんたの旦那を一発殴ってくるよ。じゃあはるか東だって、東、ちょっと待って、もう一回言いまして、岩山、わかった、岩山のふもとに、オッケー、よし、オッケーオッケーオッケー。マップで言うとかなりあれなんかな、遠くまで行かなきゃいけないのかな。これだったら一体あれなのかな、呪文でどこに行こっかな。こっち行った方が早いんじゃね、わかんないけど、どっちが早いかな。暴きそうなるものがあるらしく、変わんねえな変わらんかった。はるか東だから、まあ普通に行ってみようか。暴きそう、ただ何やってて思うのが、なんかちょっとシナリオの一個の物語が完結するスピード早いよね、早いよね、めちゃめちゃ早いよね。でもって
こっちか。道があるから、待った、こっちだ。カズチャ村。行きましょう。カズチャ村がこっちにあるそうで。どこに渡すんだろうね。どこにいるんだろう。息子は、あなた、おお、お前、あ、敵だった。ごめん、敵だった。ヒバ番号、ヒバ番号、息子に渡せばいいのかな。いやでもね、シナリオはちょっと若干短いんだけど、ちょっと短いんだけどさ、でも内容はやっぱ幽霊っていうのがあるだけで、この裏側が見れるっていう、なんか人の思いをちゃんとこう、なんて、うわやっぱ3人、いや死にかけとるやないか。え、なんで？オッケー、ナイス。やばい、いいか、まあ近くにいいかってことは、あのやっぱあれか、あの女があれなのか、やっぱボスになるのか、今回の暴きそうだから、美しいと見せかけたらものすけおっさんやったらまあ魔物かなんか、ちょっと待って、ちょっと待って考えたらさ、ナインってさ、あれ魔物っていう魔物いない、魔物っていうか裏、なんか今んとこなんかボス的な裏ボスみたいのなくね、そういえばないよね。うおー、なんかいる。まあそれはいい。あー、なんだこいつ、絶対強えじゃん。なんかマップで見ると、何かこれどうやっていくの、これ入れる、あ、入れた。食らってる、超食らってる。洞窟があるけど、右にはハズチーチーの山、どっちだ。なんかここにふもとだから、これがそうなのか。ちょっと待って、これのさ、ちょっと待った、外にさもう一個なんかあったよね。今のムービーシーンってこと、あれは間違いなく、あれ、あそこで合ってるってことかな。ここなんだ、これヘドロだって。ほい、オッケー、ドロドロヘドロを手に入れた。じゃあ今のところに行けばいいのか。ここがそうなのか、カズチャ村だって。私が道を開きましょう。あー、ここの村の出身なのかな。閉ざされしカズちゃんの扉よ、さあ開きなさい。このママンはここなんじゃないのかな。お願いします、旅の方、暴きそう手に入れ、ナムジンを渡してやってください。そうすればシャルマラという光る火事と食らったものの正体、あ、なんだ、確定しました。あいつ、やっぱあいつか。ナムジンは夫として草原の民をお救いをしてください。オッケー、任せろ。ここでっけ、いやー、いっぱいいそう。いや、やべ、結構出てくるね、普通に出てくるな。敵が、地獄の鎧が現れた。オッケー、ギャダル66。なるほど、あいつ食べたのか、果実を。何だったんだろうね。じゃあ元は何だったんだろうね。果実を食べて美人になったってことは、なんか女装癖のあるおっさんか、あのもうすげえババアが。じゃあそういうことだよね、多分ね。そういうことだよね。すげえ若くなりたいみたいな、なんか妖術師のすげえババアみたいな。いや、なんかそんな気がするんだよな。多分そっちじゃない。敵はいないね。これなんで滅んだんだろう、風切りの羽。あー、なんか出てきた。これがあれなのかな、そのさっきのあの女いるじゃん、あの魔導士みたいな、あいつがあれなんかな。こっちじゃない、あいつがここを滅ぼした張本人って、そういうことなんだな。死神兵が現れた。オッケー、行こう。あ、ブーメランが欲しいな。おー、ナイス、なんか寝かせてる。ここはボスはいなさそうだね。ここにボスはいなさそうだね。18、38、まあ全然大丈夫、レベル上げしなくても、まあまあいけるいける。もうザコがもう強くなってきたらやばいよね、レベル上げしないとね。ダメダメ、明らかに強くなってくるともう一応やばいじゃん。なんだっけ、あの竜の試練のエイトのさ、最初にあのなんだっけ、竜神王だっけ、あいつのところに行くときの道あったじゃん。あそこの敵の強さ半端なかったじゃん。俺雑魚戦で10分ぐらい戦ったでしょ、あそこ初めて行ったときに。いやー、あれは強かったわ。だまあまあ敵がね、道中の敵がね、まあ強くなったらレベル上げをしてればいいんじゃなかろうかと。これでもなんか、あ、でも違うな、待って、
カズちゃんは聖なる草の守る村、暴き草を守る、暴き草を守る。待って、下になんかある。結構でっかいダンジョンなんかな。あ、なんかまあ、宝箱もある。うわー、いた、なんかおる。オッケー、宝箱発見。ハゲンのリンク。ヘパイトスの、待って、ハゲンのリンクってなんだ。リングか。これか、どれだ。あー、スライム、かわいいね。これなんだろう。身につけていると、マヌーザなどの防ぐ指輪。ちょっと、あれ、エイトにくんねえかな。エイト、エイトだ。ハゲンのリンクっていうのがあんのか。あ、持ってたな、そういえば。マヌーザも防ぐのか。よし、ナイスだ。オッケー、ありがとう。ナインからヒントいただいたぜ。マヌーサをの指輪多分持ってたわ。なんか2個ぐらいなんか持ってたな、そういうの。よしよし、ヒントもらった。封じ込められた、封じ込められた。さあ、なんかあれだろうね、女神の果実を、あ、女神じゃないわ、果実を食べてるわけだから、多分まあ、女装癖のあるジジイかな、じゃあ。まあ、間違いなくちょっと妖術ババアみたいなやつだと思うんだ。多分68フルスイング食らっとったな。フルスイング食らったな。ドルクマを唱えた47。いや待った、ちょっと強くなってきたね。うわー、やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、やばいぞ、やばいぞ、これちょっとやばいぞ、よし、ちょっと待って、待つんだ、オッケー、75、よし、もうちょーとなー、どっちも使えねー、正解戻ります。はい、戻ってきましたということでやっていきましょう。あぶね、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 じゃあちょっとあぶね、あぶね、あぶね、ちょっと待った、強かったんや、めちゃめちゃ強かったんや。あー、よかった、こっちでよかった、よかった、よし、いいよ、いいよ、よし、なんかいる可能性があるんだよね。でもね、何かしらの何はいそうな気がするよね。どうだろうか、ガンガン行こうぜ、で倒していいんだろうか。何かしらの何はいそうな何かしらの何はいそうな気がするんだが、まあいいか、いいか、よかった、やばい、ちょっと、レベル上げた方がいいような気がしてきました。まあ、あいつだけかな、あいつだけかな、うん、トロールだけか、強いのは。さあ、レベル23になりました。パラメーターが上がった、 5! いや、5だ、よっしゃ、杖吹きる、吹いとく。さあ、70でプラス60きた、よし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 、プラ最大最大60って増えすぎじゃね。60ってちょっと増えすぎじゃね。あー、でももったいないな、今、まあいいや。で、さっき上だったんだよね、扉にかかっている。あ、開きそうにもないって、また新たな、でかい、でかいって何もないな。前のさ、を抜けた、大きい、切り抜けた、前の一個前のここのマップのさ、上のところなんかありそうだよね、あれね、上のところな、なんだろう、これなんで滅んだ的な感じなんかな。暴き草は水がきれいな場所、カズチャ村の地下に生えてる。地下、あれ地下だって、さっきのところかな、違うか。一回進んでみっか。地獄の鎧が現れた。オッケー。仲間を呼んだ。ベホミスライム。いや、よし、ナイスだ。賢い。先に回復するやつからこう、叩いていくというこの。青さん。83。なんか素早さちょっと上がってきたかな?ちょっとだけ。違うのか。あれか。青さんあれか。素早さ上がるやつ装備してんのか。58。あれ?武器をちょっと。よかった、さっき知らなくて、お金が半分に並んでよかったよ。92、あ、じゃあ29。なんで逆なんや。1、もうね、逃げてきたんでね。
いや戻って、まあ、回復してあでも今回ね、あの節約のために一人赤さんだけ生き返らせて、赤さんに黒さんザウラルやったけど一発で生き返ったわ。そうなんでか知らん。あ、ハジャの、まだ持っとるわハジャの。あ、ハジャの剣ドロップだ。ハジャの剣って結構高く売れんじゃない？売れそうだよね。さあこれなんだろう、なんで滅んでしまったんやろか。あぶね、なんかいる。これもなんかそのあれなのかな、わかんのかな。で右か左かどっちに上、あーすんげえ、なんか面白い建物だねここね。グビ山の銀貨、グビ山の銀貨だっけ。なんでこんなとこにあるんだろう。ガオ、これちょっといい、ちょっと一回逃げさせてもらっていい。これ絶対に、あ逃げられた。なんでだよ、なんでこういう時だけ逃げられるんだわ。なんかね、ナインってちょっと逃げづらくなってるよね、ちょっとだけ。オッケー、おーおーおお、避けれた。さあどこ行く、井戸、どこに行く。正解ルート臭くないか、違うか。120ゴールド、おーなんかいる。井戸の中から敵が出るってあんまなくね。今までで初めてじゃない、井戸の中から敵が現れるってなかったよね。17、いいでしょう、いいでしょう。 OK6、 おー2位回復してる。これね1回で10とか回復してくれるようになってくれたら面白いけどね。129、あれなんかなんかなんだろう、赤さんだけ経験値入るの多くなかった、気のせいかな。今200いくつとかなんか出てなかったっけ。まあ呼んでまっすぐ行ってこっちか、なんかそっちにもありそうなんだけども、オッケーで持って、宝箱なんかいっぱいあるね。なんかここおしゃれじゃね。命の石、何に使うんだろうか。銀貨だ。暴き層、我らの守り神、ん、悪さを働く魔物にその匂いを、ん、その匂いには耐えられない。たとえカズチャが褒びようとも、秋葉層だけは後世に伝え続けよう。なんか書いてあるね。スライムの冠来た、超いいやつ出たじゃん。あれはまたあれなのかな、合成で使うんだよね多分ね、間違いないの。あーなんかあなたは何者だべ、村から魔物がいなくなるまでみんなで隠れているところだよ。あ死んでるのに、魔物たちもコロナ禍までは入ってこねえだよって。ありがてえ、暴き層のおかげだべか、死んどるんやわ。俺たちもう死んじまったんかな、よくわからねえだよって。でもカズチャ村は俺たちの大事な故郷だからな、ここを離れるわけにはいかねえ。うわー死してなおまだこの、おいっぱいいる。そういやカルバドの集落にとついで行った娘がいたが、元気でやっておるかの。やっぱあれなのかな、パルさんだから、お母さんはここの村の人なんね、確かパルと言ったかな。他の子より体が弱かったがえらく可愛い子じゃったわ。この先にアキバソツありがてくせが、あばきそ、アキバソじゃねえよ、でもなんかアキバソっつってんのね。アバキソツありがてくせが生えてるだ。魔物が暴き層の汁を浴びるとたちまち化けの歯が剥がれるっつう言いたいがあるだよ。オッケー、これか、見たことない不思議な草が生えてる、取りますか。はい、暴き層を手に入れた、これか。この汁をかけるとやったゲット。あとこの暴き層をナムジンに届けるんだっけ。ナムジンならカリウドに戻ってるんじゃない、行ってみようよ。カリウドのパオに戻ってるらしい。なんかグロテスクな目玉みたいな感じじゃなかった。さあ何もないよね、実は隠れてここら辺に宝箱がある的な。それはないか、それはないのか。でもって大丈夫かな。さあリレミットが唱えられるのかということで、リレミット、あいけたいけた。どうしよう、走っていった方が、ルーラーで行った方が早いのかな。ルーラーで行った方のが多分早いよね。カリウドのパオにいんのかな、ちょ待ってね、まあ、こっちの方が早いか。
さあ今回でボス戦に行けるかどうかだけども、最高でもってどっちだ、こっちか、よし来た、で渡せばいいのか、よいしょ、あれなん、あ、あれあんたじゃねえよな、誰かがナジムン様のパオに入っていったような、誰かがだって、なんだ誰だ誰だ、ん、魔物を仕留めねえ限りナジム様は族長の城、あれ待って違うな、あれこっちじゃねえな、聞いたよねさっきね、なんかどっかから魔物の声が聞こえるな、うん気のせいだか、魔物の声が聞こえるってどっからか、どっからか魔物の声が聞こえる、どこだ、こっちか、あ、いた、いや、いたいたいた、おったぞ、二人で会うときは僕がお前に会いに行くと言っただろ、もう二度とここには来るなよ、ブギギギ、おった、青さんさんか、驚かないでください、んその手に持ってるのは、昔どっかで見たような、やっぱお母さんがあそこの人だもんね、ただそれは暴きそうだ、母親に見せてもらったことがある、なぜあなたがそれを、なんだって、母親の幽霊に会ったんですか、本当だよね、そんなバカな、幽霊と喋るなんてそんな話信じられない、グギギ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 、可愛いんだか可愛くないんだかちょっとようわからないやつだな、ポギー、そうだね、僕たちの話を信じてくれたんだ、僕も青さんを信じよう、母親が暴き草を手に入れろと、シャルマナ、ん？シャルマナの正体やはり魔物だったっていうことが、本当でも魔物っていうかラスボスのさ、あれがまだ全然出てこないもんね、暴き草を煎じた資料をかければ必ずや奴の化けの花を話せます、カルバラの民の目を覚ますためにも草原の奥の、ん？悪の手が守るため暴き草を渡してくれませんか、渡そう、ちょ顔がちょっと、もうなんかもうちょっとかっこよくできなかったんかな、雑じゃね、ちょっとこの子の顔が、青さんはナムジーに暴き草を渡した、あなたに全ての話してよかった、あとこれをすりつぶして暴き汁をするだけだ、考えたらあれだよね、ね、その名前からしてあれだよね、ご都合アイテムだよね、暴き草ってなかなかのご都合アイテムじゃねこれ、よしボギー、カルバゾに戻るぞ、外に練習を、うん、連中を帰らせるから、ボギーはその後に来るんだ、なん大丈夫かこいつ、危ないとか言って身代わりになったしない、なんかありそうじゃない、ちょっとありそうじゃないそれ、ちょっとありそうな展開じゃない、ナジムジン様が出発なさるぞ、私も包むんだ、急げグギギグギギあ、可愛くねえな、いや行った行った行った、でこれ戻ればいいのかな、じゃあ戻って汁をかけるから次でボス戦かな、多分そんな感じだよね、さあということで今回はこの辺で終わりたいなと思います、まあ間違いなく次さ何なのか、果実を食べたのは妖怪ババアなのか、女装癖のあるジジイなのか乞うご期待ということで今回この辺で終わりましょう、よろしければチャンネル登録そして高評価などもよろしくお願いしますね、それでは皆さんバイバイ。